較的気温も下がってないとある日、久しぶりにロードスターを動かします。自分にとってロードスターに乗るならば、雨などの天候が悪くない限りオープンが基本です。これは春、夏、秋、冬、四季を通してそうです。まあ春と秋はオープンカーにもいい季節です。でも自分には汗だくになる夏でも、凍えそうな冬でもオープンです。オープンカーで屋根を閉じているならば、オープンカーに乗る意味がないと思っているちょっと病気なおじさんです。ロードスターであろうとなかろうと、私は高速道路は好きではありません。お金がもったいないというせこい心もあるのですが、高速は道路として面白くありません。山道のワインディングであれば何時間でも運転できる気がします。でも高速は道路として面白くない。設定速度が高いので当たり前ですが、誰でもアクセルを踏めます。そしてそれを楽しむにはある程度以上のパワーが必要です。特にロードスターはパワーのある車ではないし、高速でのオープンも楽しいものではありません。しかしこの日は高速を使うことにしました。漫然と目的地は海ほたるです。とはいえ、海ほたるが東京湾を横断する途上にあることはわかりますが、どう行けばいいのかも正確にはわかりません。そこで高速の路線図を確認します。海ほたるは東京アクアラインにあります。さて、東京湾をどちら側から横断するか、川崎側からか木更津側からか。比較的あっさりと川崎側から渡ることに決めました。首都高速の湾岸線に出ればいいのですが、ずっと首都高で渋滞も嫌なところです。そこで三郷から外環で高野に抜けて湾岸線に入り、川崎を目指します。自分の運転でも人の運転でも通ったことのない道路です。ちょうど高野で外環から首都高の湾岸線に入ります。初めての道路ですが、ジャンクションで高速を乗り換えるのはコーナーがあっていいですね。退屈な運転にひとときの清涼感というか、ちょっとした気分転換になります。左側には東京湾、そして JR の路線が見えます。通っているのは京王線でしょうか。東京ディズニーランドが見えてきます。それほどディズニーランドに興味もない自分にはなかなか足が向きません。通ってる電車の帯の色が赤っぽいので、これは京葉線ということでしょう。湾岸線を進んでいくと羽田空港を通り川崎へと至ります。やがて目的地の東京アクアラインを経由して木更津方面を示す看板が出てきます。道路は右に左にカーブを描きながら東京アクアラインへと導いてくれます。やがて東京アクアラインに至るのですけれども、まあ当然のことですけれども、このあと大きなトンネルの入り口が見えてきます。東京湾を海底トンネルで最初は渡ることになります。
トンネルというものには左右にカーブがあったとしても上下というのはあまりないような感じなんですけれども、当然海底に向かって下っていきます。海底に向かってどんどんと下っていきます。そしてトンネルを抜ければ海ほたるです。東京湾にポツンと浮かぶというとちょっと言い過ぎですけれども、ああ東京湾にいるんだなっていうことが実感されます。海ほたるから川崎側を望むと大きなコンテナ船が行き交います。海運、とりわけ大型のコンテナ船は日常生活に欠かすことができないものであることを再認識させられます。航路も決まっていて水先案内人もつくのでしょうが、よくぞあんな大きな船が行き違えるな、当たることもなく行き違えるなと素人ながらに感心してしまいます。から千葉、東京方面の湾岸を見渡しています。海ほたるから木更津川を望めば橋梁部分が目に入ります。今からこの橋を渡ることになります。日は比較的気温も低くはなくて、それほど寒くもなく、オープンカーの屋根を開けるにはそう悪い感じではなかったですね。暖かいは言い過ぎですけれども寒くないし、風を感じてなかなかいい塩梅にこの辺まで来たんですけれども、ちょうどやはり海の上なので、海側からの風が強くて、画像を撮るというか映像を撮るにカメラにはあまりいい条件ではなかったと思いますね。揺れるし音もいろいろと複雑です。海ほたるを越えた橋梁部でも下を船が通れるようになっているのかと思うんですけれども、やはり橋の部分でも上下があって、だんだん下っていって、その下った先には木更津ということになります。あまりにも単純な感想になってしまいますけれども、海底を通るトンネル、そして海の上を渡る橋梁、よくぞこんなものを作ったものだと感心するばかりです。
日本ってやはり建築というかこういうものの技術力っていうのはすごく高いんだろうなと思います。